八千文通りをスタートして八千文通りに戻る坪谷路地裏散歩&来週の配信報告。姫百合通り側の八千文通り入り口を一旦出ました。次の信号機から再び道を渡って坪谷の裏路地に入ります。マンザムー地域活性化施設のコメント。否定的なコメントが何件かありました。今日はそのことについてお話しします。結構多くの否定的なコメントがあったので、考えさせられました。コメントの内容はこんな感じです。近代的な新しい建物を見て、もうこれはマンザモウではないとか、昔の沖縄と違うとか、行ってみたがあまりの変貌にすぐに帰ったとかの意見でした。特に沖縄らしさがないという意見には参りました。私は石垣島が好きで、若い頃、40年くらい前ですが、よく石垣とか西表に行っていました。当時の石垣島は少し郊外に出ると道路はアスファルトではなくサンゴの石を砕いた白い道でした。於茂岳まで歩いて向かいます。途中、道の両サイドはすべてパイナップル畑です。そんな道路に時々パイナップルが落ちているんです。売れすぎて商品にならないパインを捨てていったのでしょうか。地元ではゴミですが、貧乏学生の私たちにはお宝で、唇が腫れ上がるほど食べたりしました。そんな石垣島に30年ぶりくらいに行ったんです。そうしたらまるで変わっていて、市街地にあるマックスバリューの前に立つと、沖縄本島の那覇の近郊にいるようで、まるで石垣島にいる実感はありませんでした。想像以上に変わった石垣島にとても驚いたことがあります。それは沖縄本島がたどってきた道と同じです。時代が変わり、生活様式が変わり、より快適で時代に合った暮らしに変わっていっただけなんです。マンザモウの話に戻します。マンザモウは沖縄戦以前は何もない場所でした。アメリカ統治時代になると観光客が増えていて、周辺の恩納村の海沿いにはお土産屋が並ぶようになります。その後、恩納村の海沿いはすぐに近代化されて、建物も立派になりましたが、もともと人が住んでいないマンザモウズはテント小屋のような仮設店舗のまま最近まで来ました。マンザモウの仮設店舗だけがアメリカ統治時代のまま現在まで来たということです。もうそんな時代ではないんです。以前のマンザモウの問題点として、狭い駐車場や小さなトイレでは今の観光客の増大に対応できていない、また仮設の店舗はローカルで味わい深いですが、昼はいいが人のいなくなる夜は防犯上も問題があり、単価の高い商品は置けないし、生鮮類も置けない、並べる商品は限られてくる。40年前と同じような商品だけでは売り上げも限られてくるでしょう。40年前、
50年前の沖縄らしさって何でしょうか。地域の外から来た人にはそれも懐かしいだろうけれど、そこに住む人にとっては時代に合わない不便なことが多いんじゃないだろうか。昔と今では生活様式も違うし、食べ物の嗜好も違う。40年前と同じ形で商売を続けることは難しい。何より土地の人たちが選んだものが一番だと思います。なんだか愚痴っぽくなっちゃいましたね。反省、反省。ここで来週の配信報告をしたいと思います。12月21日月曜日、沖縄本島の北部海洋博公園の隣の備瀬集落に来ています。沖縄本部町福木並木の備瀬集落。本当にこの変貌ぶりに魂が脱げるほど驚いています。とりあえず集落の北にある海岸まで歩いてみます。12月22日火曜日、南部隊長が行ってみた2020年6月の感動ベスト3。開催、私は地元民の南部隊長や移民。前回ご覧になっていない方に説明しますと、この動画は街歩きさんから依頼を受け、半年遅れで私が実際行ってみて、美味しかったところ、良かったところ、感動したところなどの月間ベスト3を独断と偏見で決める特別配信です。12月23日水曜日、二の湾森川公園、湧き水と慰霊塔。森川公園の駐車場に到着しました。森川の塔、沖縄戦の慰霊塔です。12月25日金曜日、浦添市実着ズミ食堂。うん、どうぞ。ね、こんなの安いのにもっと入れる。Thank you.
来週の動画は以上の4点になります。さて、今年も残すところあと2週間を切りました。早いですね。皆様におかれましても、年末年始は病などにかからず健やかにお過ごしください。